さかの大事故、第惨事。はい、これ一体何ですか社長。実際に本当に申し訳ない、失礼なこと言ったんだけど、いやこれ多分字じゃないと思いますよ。その養生した時に入る、こういうのってなるんだ、マジで。うちも何回もあるんだ。気をつけた方がいいよっていうのがさ、足早さんからさ、あ社長こんなんなってますよ、あんなんなってますよって言ってくれる足早さんっておったら、利益数字もあるから、はい、足早さんとしては売り上げ下がるんだよ。めっちゃいいこと言ってるんだから、めちゃくちゃいい動画です。これぐらいやってやっと生き残れるから。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。安い、はい、挨拶回り、会社がしっかり力入れてこうって言って、社長、俺とお前で一緒に行ったんか、はい、すぐ隣、二軒隣を現場にやらせていただいて、俺もわわわわ営業さんに挨拶までしっかりやりましょうってなって、はい、会議かなんかで責任者クラスに行ったんかな。そうですね、一人だけじゃいかんって言って、お前と二人で来たんだ、ね、まず俺たちが結果出そうぞって、そっちの時な、はい、でポンと取れたここの家が第一号だな。はい、お前が取ったんやな。そうです、ちょっと喋っとったんかな、ずっと。そうです、もう見積もりだけでもやらせてくださいって言ったら、まあ喜んでくれて、はい、今日何しに来たって言ったら、もともとは、まあ、俺が取った案件、はい、で水口っていうのが最初の管理案件、はい、でやっぱ広告だなんだ、ホームページで見てきた人とまた違うお客さんだから、はい、お客さんがどんだけ喜んどるかって、まあ、見ようと、はい、思って、まあ、今日来たわけだよな。はい、ならまさかの大事故、はい、第惨事、はい、来る前知らなかったですね、これ。うん、これ知らなかった。今節さんが、はい、ちょっと見てくださいと、はい、でまあ、ちょっと YouTube には出れないってなったんで、まあいいよ、撮るだけは勝手にいいよって言って、まあ、これ見てください。はい、これ一体何ですか社長。これ何だ、これ焼けるんだろ、はい、養生して、だけど、まあ、こういうとこはもう元に立ってないと、写真をいろいろ確認してる中で、はい、いやこれこんなんもう前からでしょって思ったんだけど、はい、でレジェンド浜野だろ、はい、完璧な職人レジェンド浜野が入ってたし、前からだなと思ったんだけど、まあいろいろ調べますって、写真とか今あちこち電話して調べたな。はい、なら結局まあこのね、飛んどる塗料っていうのは絶対うちなんだわ、うちじゃないんだわ。はい、これ見て、でこれはもう写真で出てきた、洗浄前の写真 で洗浄前の写真で汚れてるのは確認。そうそう、で俺もちょっと実際に本当に申し訳ない、失礼なこと言ったんだけど、いやこれ多分うちじゃないと思いますよ。はい、でちょっと確認しても、いや職人もちょっとわからんと、はい、撮ったんだな。はい、このポリオも飛んどるやん。はい、でこれ写真見たらこれは飛んどったな、後で飛んでました。で結果うちの職人なんかこれ塗料行っていいのも飛んどったら検査で引っかかるし、首レベルっす、絶対首レベルで、はい、こんなみっともない仕事しないって、はい、これ刺してもらう、これは前の職人さんね、そうそう、まあ、これ使っていったらこれ全部飛んどるの、はい、見えるかな、はい、飛んでこの刺してもこの前の塗装屋さん、はい、でこれ見りゃ分かるもんね、はい、これもそうだな、全部ベランダとの、そうですね、これ絶対前ですと、はい、これ見て、お前音消しとけよ、これガキ。はい、すいません。消しとかんかよ、こっち動画撮っとんだね。で、これな。はい。塗料。で、俺これ見たから、はい、こんな絶対うちありえんから、はい、もし本当にこれ飛んどったら管理も、職人も、はい、足場班、シール班が後から入っていたやつが、はい、全責任を押さえるからよ、うち。はい。シール班お前ら何真剣前取ったんやんって。はい。あ、この案件はシール班いないか、雑シルやったのかな、あったか、サイディングとかじゃないから、そうですね、あれだけど、なさそうですね、そうそう、まあまあ、これでさ、なんか知ってる、俺、さ、はい、まあ、ユニバ行ってさ、通行人がね、ユニバ道場知っとるって、なんか YouTube やってるらしくて、はい、ちょっとそれ、ちょっと貼っといて、こう概要欄に、はい、でその人がさ、はい、動画撮らせてくださいって言って、ショートムービーになっとって、はい、あ、そうなんです、探してきます。で、そこコメント欄見たら、はい、こいつ、あれじゃんって、自分の YouTube では出らおらおらだけど、めっちゃいい人やん、とか言ってさ、カエル効果使えなかったですね。なるのに、はい、それは普通の人が、あざわすとか言って、はい、なんか子供をあやしとるシーンがあるの。ちょっと概要欄に、そのなんとかじゃない、夫婦、家族でやっとるわ。はい、まあまあいいや、それはいいんだけど、うん、で、これ飛んで、こうやって見たらさ、これだけちょっと、はい、あ、明らかに、この下じゃん、はい、と思ったの、俺は。申し訳ないけど、いや直すのはいいけど、そこだけはっきりしておきたいじゃん俺も、はい、うちの職人が汚い仕事をしてるのが、はい、うん、なのかって、確かに写真見たら塗料は飛んだな、はい、だけどこれは焼けちゃうと思う、そうそう、メモリーいっぱいあったし、はい、すいません、また壊れましたメモリーは大丈夫です。これってあれか、なんでなる、僕が
数年前に経験した時に、うん、職人さんから言われたのは、土間、この言うたらベランダの床が汚れないように養生しますよと。ここに出て養生するよな、はい、ちょうどここのラインだよな。そうです、養生します。その養生した時に雨が入る、雨が降ってくるってな、中に入るな、はい、結構雨ひどかったんだな、今回。そうですね。で、なんだけど、その水がいたずらして熱で温められて、芯になってな、なんていうんですかね、ナイロンの跡が浮き出てくるみたいな。そうそうそう、そう。これ水が多分くっついてるところだな。そうですね、はい。乾いたところ、濡れたところだろう。はい、でもここまでひどいのは初めてです。あのこれがさ、まあ言い方、まあそれ旦那さんにも言ったでいいんだけど、まあ冬じゃん、言い方悪いけど。そうですね。まあ25年、30年選手じゃん。それもあると思います。日に焼けそうじゃん。それもあると思います。こういう痛みがひどいやつで、こういうのってなるんだ、マジで。うちも何回もあるんだ。はい。で、これ一番厄介なのは、もうその前回なのか今回なのかの話。はい。で、揉めるんだけど、まあ今回これは、まあちなみにうち全部保証します。ああ。うん。はい。ポイントアップ？ポイントアップ。まあ、うん、明らか違うところもありますね。先取ってもいかんだけど、はい、うん。だけど、まあ、じゃあ一つ交換って言っても、まあ奈良さんには言ったんだ。もうこれ交換するとこれもう部品ないじゃん。はい。よくフェンスとかであるのは、このメーカーも、まあ売りたいのか何なのか知らんけど、どんどん商品が変わってるから、はい。一個をしょっぱーんってへこましても、フェンス全部買えなかったけど、はい。な、あります。もうないんですと。これも廃盤ですと。廃盤で。なさそうですけどね。でこれ最悪の状態はこれ床だけじゃなくてこう手すりも全部動かしながら、はい、そうするともうほんと100万コースっていうかさ、はい、180万とかいくやん。かかりそうです。2階に中2階にあのベランダのギアに乗っとるな。はい。でこれこういうところも取り合いもあるんで、はい、これ全部動かしながら。そうですよね。大ごとだよこれ。だあのこの木枠も外さない。はい。で大ごとになる。で、まあ、そこまでやりますと一応。はい。まあ、これ多分うちなんで、はい、多分ダイナも絶対ダイナの写真見た感じだと。そうですね。まあこれきっちりやりますと言ったら、まあ旦那さんがあそこまでは死んでいいと、はい、塗ってくりゃいいわと、はい、うん、だけど、まあ、塗って大丈夫でしょって言ったけど、これさ塗ってあるんだわ、ゆうたくみたいなのあると思う。そうですね。床材があって、まあ、確かに工場とかでフォークリフト走るような材料もあるからいけるかもしれない。これちょっと今から調べることだけど、だけどこれってさめっちゃ揺れるやん。揺れるし古いし、塗って長持ちするのかが分からないですよね。そうそう。で、これ基本的には浸透しんから材料が、はい、だからあの、まあ、密着剤かなんか強力な密着剤つけて、でその上に塗るわけでしょ、はい、やっぱ5年6年でめくれてくる可能性って大なんだよな。あのベランダでもめくれてくるやん、はい、結構出入りするじゃん人間って、はい、布団これ干したりするのに、はい、まあ、今話しとった内容はタイルみたい あのベランダ用タイルってあるじゃん、はい、うん、ああいうの1000ぐらいあるだろあれ多分。ありません。これぐらいになってくるんだよな、多分、はい、これぐらいのツアーになってくるもんね。こう綺麗に切り替えてベランダ用タイルを敷き詰めたら、まあ、おしゃれになるし、はい、まあ、それも一つ手だなって。まあそれはまあ今後、今本当にもう設置さんと喋ってその動画回し始めたので、ただこれせっかくだ、うん、視聴者さんがね一般の人でこういうせっかくこの動画見てくれたらさ、はい、あの気をつけた方がいいよっていうのはさ、うん、こういうのって最初に自分で写真撮っとかんと、家の写真も。そうですね。いや本当俺も勘違いして、いやこれはさすがに塗料も飛んでるからこんだけ、はい、絶対前の業者ですよ。俺も本当に思っちゃったわけよ、はい、失礼だけどな、はい、俺もどっちかというと言う方だから、いや EA とかやってないけど、いやさこれさすがにちょっと多分ないっすよと、まあ、検証しましょうよと、うん、検証しましょうで30分ぐらいやりとりやってたんですかね。やりとりしとったんだな、写真調べて、はい、いろんなこと調べて、はい、旦那さんも施工前の写真とかちょっと調べてもらって、はい、いろいろやって今、まあ、結果が出たもん、結局うちが悪いってなったけど、まあ、うちなら、まあ、多分写真が一個も出てこなかったら、はい、まあ、責任取った規模があるで取れる、はい、だけど普通の会社取れないですよ。取れんと何が始まるっていう、親方じゃん、社長じゃん、はい、やっぱお金のことを計算するわけじゃん、はい、これ交換者100万だと、はい、わーって橋田本がつって、はい、これ10件とそうしたのに橋田ってなるわけじゃん、はい、普通の会社はそうなりますね。なっちゃう、まあ、申し訳ないけど、はい、何が起こるって言ったらやっぱいい人悪い人じゃなくてやっぱ損するやん、お互いに、はい、俺らも損するし信用なくすし、はい、運勢さんからしても治ってこんし、はい、人に悪口も言われるし、これって本当にさこういうことが多々あるの、はい、で、ね、こういう飛んどるのとか、まあ、こんなもんはいいやと思うかもしれない、これ汚いのな、はい、ベランダがさ、このトンドルとかこういうのがさ、はい、もううちじゃないよ、先生、あの視聴者の皆さん勘違いしてるよ、こんな汚い仕事してるのって思わんのよ、はい、でもこういうとさ、いくらでも、だってこのまま養生してるか人なんかね、1人区、2人区違うね、5万円変わってくるからね、はい、2人区変わったら5万変わるんだから限界だよ、はい、で客出しになるともっと変わってくるわけよ、5万円って1日2万5千円かって安いで、
足代材料代どうみたいな1日職人が毎日1人で来とったら2日かかるってことはでしょ売り上げは4万5万6万って立てないそうそうそうそのさらに技術ねつけるまで何年かかったんだったら社会保障もあるしね、はい、ガソリン代もある車の車両費もある道具代もあるだけどまあこれがさどう直すかまあ、動画最後撮ろうか、はいまあ、ちょっと時間かかったらこれ動画も公開しなあかんからあれかもしれないですけど、はい、まあ報告は何だかしら報告はちょっと無理考えましょうかチャンネル登録してない方は、まあ、本当どういう風になるかでもこういうのって本当によくある、はい、たまたま今日来たらこれ動画になったけど、はい、やっぱりうちの営業とかもいろいろ会議とか出とるけどそうですね足場とか特にぶつけたぶつけてないとかそうそうそうもうほんまに日常茶飯事であるんで結構あるよこの雨戸とかさこういうのへこんどってさ綺麗になるからむっちゃああ塗装したら、はい、いやいやこんなん最初からへこんでねえやん目立ってくるっせそうそうそうもうそんなん月に何件もある、はい、だけどうちもやっぱそれ対策しとるからもう工事前にガー写真撮っとるから撮ってますね見てくださいって、はい、でそれはお客さんも納得するわけよ別にイチャモンつけていってるわけじゃないから、はい、あの本当にそうやって思っとるから、はい、でこのあれもそうよ本当に思っとるから、はい、お互いにね俺もそう思ったから、うん、でほら良かった今回の写真があったから、はい、俺もかっこ悪いこと信じて済んだし、うん、節さんもこれ安心できる、まあ、気持ちよく、ね、お付き合いできますよね保証っていうかそう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 今後、まあ、俺は言ったよ本当にもしこれうちじゃなくても塗るぐらいは無料でやるけど、はいまあ、交換はさすがに無料では偉いだよねはいこんな感じです、はい、ちょっとまあ今回ちょっと計画と違う動画になっちゃったけど、うんまあまあ、一般の人が見たらちょっといい勉強になるんじゃない足場さんもこれ見たらいい勉強になるんじゃない、はい、お互い勉強になる動画だと思います、うん、そうそうそうはい、うちはもう足場の職人からなんかなかでこういうことってさ足場さんに頼んでもさ外地で足場さんが小瀬さんの仕事するじゃん、はい、だけど足場さんからさあ社長こんなんなってますよあんなんなってますよって言ってくれる足場さんっておったらそういうとこって人気出るじゃん出ますねお前ら観光検査しっかりしてくれとんだ、はい、でうちなんか足場職人が言うじゃん、はい、ここ足場バラしていいんですか写真送られてますよねたまにそうそうそうグループラインね、はい、大丈夫なのってはいほんでまあじゃあもう足場止めろってなって各班利益数字もあるから足場班としては売り上げ下がるんだよ、はい、その日バラせんから向けいかなかったそうですね、うん、だけど、まあ、みんながその、ね、トータル的に未来宮古の理解道場っていうものがいいものを提供しとって今仕事があるんだから、はい、それを怠ったらいかんっていうのは、まあ、みんなが認識しとることだからさ、はい、めっちゃいいこと言ってるんだから営業だめちゃくちゃいい動画ですこれめっちゃいいこと言ってるっていうか営業だよなこれかめっちゃいいこと言ってるけどでも本当にそうなんです、はい、だからこの俺らが高いとか安いとか言われるけど、はい、これぐらいやってやっと生き残れるから、はい、塗装やって、はい、でちょろちょろねやっとるとかいっぱいある今もう本当にチラシとかもう回らされて愛知県なんかチラシが土日なんか毎日すごい出てますよチラシはいみんな俺がもう十何年前からやってたことみんなやっとるわ、はい、だけどじゃあ本当にじゃあうちと同じ値段でやってうちなんかもうそんな10年前から広告なんか勉強してそっから原価追求ずっと10年ぐらい原価追求やったから、はい、とことん足場の収入を育てて管理体制も今プランナー現場管理が4、5人営業を入れて10人いないんだよ、はい、これだけの物件やって月50トン60トンやるんだよ、はい、それだけの物件をやれるってそれってもう職人とかルーティーンとか仕組みが出来上がってるんだよそうですねそれは真似できんてはい、まあ、そんな感じですはい、社長は YouTube のカバカみたいなことやっていやだけどこれでお客さんいっぱい来てくれるからねはい、うん、まあ今はあのでかい顔しかけられてますけどはいぜひ皆さんまたあのチャンネル登録してはいまあこういうこともねあげてまあこれ次回のこれ報告どういうふうになったかはいどういうふうにあの必ず報告あげるようにします報告しますのでぜひまた登録と、はい、いいね高評価よろしくお願いします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 せーのまた見てね久々に真面目な動画撮ったらはいなんかあ、ちょっと足場はいひでくん仕事慣れてきたあの足場も慣れました慣れてきたもうどんくらい撮るんだ会社の雰囲気も慣れた慣れましたお続くかなそれは続きますはいここおまけで使います。